落合の前を打つ候補ですからね。そうですね、出塁率のいい選手を落合の前に揃えると思うんですね、はい、そして落合最初のバッターボックスはライトフライ、伸びますが横田掴んだ、一直線に打球が向かってきました、バックして軽いジャンプ、まあ、センターにとっては嫌な打球だったんですがよく掴みましてスリーアウト。今なんか落ち合い前ですね、前ですね、落ちるのを待ってそれから打ってます。これもちゃんとバットのいいところで捉えてますしね、はい、で曲がってくる球には決して無理して引っ張りに行かないですね、逆に溜めといて真ん中から右方向へ打っていくというのができるんですね、はい、放送先